西南学院大学対久留米大学第一戦のハイライトです。1回表、西南学院大学の攻撃。ワンアウトから2番郷田がフォアボールで出塁、盗塁し2塁まで進みますが、後続が続かず初回得点には至りませんでした。1回裏、久留米大学の攻撃。この日の西南学院大学先発ピッチャーは4年、阿部智也。ワンアウトから2番久保田がフォアボールで出塁すると、続く3番磯田がライト前ヒット。ワイルドピッチの間にそれぞれ2塁3塁へ進むと、4番則村の犠牲フライで久留米大学が1点を先制します。ホームへ送球しますが、タッチはできません。ホームイン。ここから両チーム好投、好守備で得点を許さず0対1のまま試合は後半戦に入ります。ストレート、高めのボール、空振り三振。141キロストレート。6回表、西南学院大学の攻撃。先頭打者栗山がフォアボールで出塁すると、続く相川がサードフライに倒れるも、5番6番が連続でフォアボールを選び、ワンアウト満塁に。2年佐藤明弘が代打でバッターボックスに立つと、レフトへの犠牲フライで1点を返し同点に追いつきます。レフトが掴みました。3塁ランナー栗山、タッチカップからスタート。3塁ランナーホームイン。7回表、西南学院大学の攻撃。2アウトから2番郷田がレフト前ヒットで出塁すると、3番栗山はフォアボールで出塁。勝ち越し点が欲しい場面で迎えたバッターは4番相川康介。レフト方向へフェンス直撃のタイムリーツーベースを放ち2点を追加。3対1と勝ち越しに成功します。さらに8回表、西南学院大学の攻撃。2アウトから打席に立つのは1番工藤海斗。ライトへの大きな当たりはフェンスを越えスタンドへ。これは見送っている、ホームラン。工藤海斗、ライトのスタンドへ運びました。西南学院大学第1号は工藤海斗の追加点となるライトスタンドへのホームランです。今季第1号のホームランで追加点を得、4対1とします。しかし8回裏、久留米大学の攻撃。2アウトから2番久保田がレフト前ヒットを放つと、3番磯田がフォアボールで出塁。続く4番則村のタイムリーヒットで1点を追加し4対2となります。2塁ランナーがホームイン。9回表、西南学院大学の攻撃。3番栗山、4番相川が連続ヒットで出塁し、ノーアウト1、2塁のチャンスを作ります。ここでリーグ戦初出場の1年生入井健信が代打で登場。見事送りバントを成功させランナーを進めます。しかし後続が続かず得点することはできませんでした。9回裏、久留米大学の攻撃。2本のヒットを許すも、最後は1番打者から三振を奪い試合終了。先発ピッチャー阿部が2失点完投、11奪三振の好投を見せ、西南学院大学対久留米大学の試合は4対2で西南学院大学の勝利です。